ガルバリウム鋼板の表面、ダクト用ガルバリウム鋼板は、1972年にアメリカ合衆国のベスレヘムスチールが開発したアルミニウム、アエン合金メッキ鋼板の名称。日本国内では、ガルバと略称されることも多い。また、ガリバリウム、ガルバニウムと呼称される場合もある。日本工業規格では、ジス G3321 で規定されている。 亜鉛メッキ鋼板は、メッキ層に含まれる亜鉛が鉄よりも4化傾向が大きいため、水中などの腐食環境下において FE よりも先に ZN が溶け出すことで、原場である FE の腐食を防止している。ガルバリウム鋼板は、メッキ金属として、純亜鉛ではなく、アルミニウム55%ーセン43.4%、ケイ素1.6%の合金を用いている。AL は、 メッキ層表面に強固な不動体被膜を形成してメッキ層を保護する。ZN 含有量が低下することで犠牲防食性能は劣化するものの AL の不動体被膜と ZN 腐食部の腐食性生物がメッキ層の腐食進行を抑制するため全体として高い防食性を発揮する。合金比率は ZN の犠牲防食性能と AL の不動体。 保護性能のバランスで決められた。開発メーカーであるベズレヘムスチール社の実験によると、メッキ被膜寿命は、園外地域で約15年、工業都市や田園地帯で約25年以上との結果が出ている。表面は、メッキ合金の結晶粒による模様が視認できる大きさに発達しており、独特の光沢を有している。こうした効果で、 ガルバリウム後半は熱反射性能が70から75%と通常の亜鉛メッキ後半の30から40%程度に比べて高くなっている。また、アルミニウム主体の合金なので合金の融点が約摂取570度と亜鉛の融点が約摂取420度の亜鉛メッキ後半よりも高い。なお、母材を高温の溶融メッキ層に浸すため、 ご材の機械的性質は、メッキマイとは異なる。ガルバリウム鋼板は、高い防食性を活かして、建物の外壁や屋根の材料、あるいは雨どい、ベランダ周りなどの各種建築材料として、近年使用が増加している。同じ退職鋼材として広く使用されている、ステンレス鋼板に比べて、購入単価が大幅に安いことから、特に最近のステンレス鋼価格高騰を受けて、 材料選定切り替えの動きが進んでいる。ただし、防食性能自体は、ステンレスの方が高いため、切り替えは慎重に行う必要がある。一部では、ガルタイトからの切り替えも見られる。耐食性のほかに、摂氏350度程度までであれば、使用可能な熱反射性などを活かした、産業機械や電気器具などへの使用も少なくない。また、 屋外使用向け塗装鋼板の母材としても幅広く用いられている。メッキ表面にさらに塗装を行うことでより高度な防食性、追加機能をもたらしている。2009年に掛け替えられた阪神甲子園球場の四代目、銀さんも丸バリウム鋼板製である。普通鋼の冷塩鋼体に溶融メッキを施して製造する。ごく稀に熱塩鋼体を用いることもあるが、 基本的に紐付き対応。基本的な生産プロセスは普通の亜鉛メッキ鋼板と同一であるため、両社は基本的に同一のラインで製造される。航路メーカーでも製造されるが、コイルを外部から購入してメッキ処理を行うメッキ専業メーカーのシェアも高い。販売はメッキ鋼板を主体に扱う鋼材業者が建築業者などに対して支柱対応を行っているが、 一般でも一部のホームセンターなどで購入可能。多くはあらかじめ標準サイズに切断された板として流通している。なお、業者からの購入にあたっては、母材後半の板厚とメッキの目付け量の指定が必要。目付け量が多いほど、退職性は向上する。AG150 e で。 メッキ量 150g 平方メートルイコールメッキ零点零二七 0.027mm 程度に相当する。通常の亜鉛メッキ鋼板に比べて若干加工性が劣るため、ロールプレス加工時には条件設定を渋谷に設定する必要がある。紐付き契約であれば注文時に特別な仕様を付加することで加工性を改善した製品を用意することが可能。溶接も可能だが、 条件設定に工夫が必要。前日の通り、多少の高温環境下でも使用が可能。試行時にモルタルコンクリート等のアルカリ性の素材と接触するとメッキ面が変色、変質するため注意が必要。また、常時浸水したり結露が頻発するような場所では、ガルバリウム鋼板でも急速にサビが進行する。この場合はメーカー保障外となるので注意が必要。 この後半の後塗装は事前にテストを行ってから実施することが望ましい。可能であればメーカー製造のカラー塗装後半を用いること。また、試行にあたっては、酢酸、アミン系の抗菌具材はメッキを痛めるため、非酢酸タイプのシリコン系の抗菌具材を使用することが望ましいとされる。ありがとうございます。